見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。自民党の総裁選に立候補している河野太郎規制改革担当大臣58。候補者の中で最も優勢と報じられることもある河野大臣だが、しかし国民の間では日に日に不信感が高まっているようだ。例えば他の候補者らと共に、9月17日放送のニュースゼロ日本テレビ系に生出演した時のこと、様々な分野の質問に A か B か、考えが近い方の札を挙げて答えるというコーナーがあった。その際、社会保障にちなんで A は、国民の負担を増やしても給付などの水準を維持すべき、そして B が、給付などの水準を下げて国民の負担を抑えるべき、との2択が。しかし河野大臣は、こういう質問は僕、やめた方がいいと正直、思います。あんまり意味がない質問じゃないかな、と言い、答えなかった。河野大臣がこのように、回答拒否をした場面は他にもある。22日の産経新聞によると、日本ウイグル協会など13の民族団体などで構成するインド太平洋人権問題連絡協議会が総裁選の候補者にアンケートを実施したものの、河野大臣の事務所のみ回答しないと連絡してきたという。さらに河野大臣は身内にも回答拒否をしていたようだ。当日、自民党青山繁晴議員69は自身の公式サイトで、日本の尊厳と国益を守る会が総裁選候補者に質問書を送ったところ、河野大臣のみ回答はありませんでしたと報告。さらに河野陣営から好返答があったと明かしている。非議員連盟からいただきましたご紹介につきまして、ご活動は理解いたしているつもりですが、文書にて回答申し上げる用意がございませんので、しっかりご趣旨を受けたまわったことでご報告に変えたく存じます。回答拒否。そしてツイッターでもブロックで拒否。その後、青山議員は自身のブログで、河野さんから締め切りまでに回答が来なくて、野田さんの立候補表明に合わせて締め切りを伸ばし、その野田候補からは素早く回答が来て、しかし河野候補からは、延長した締め切りにも何の回答も、連絡もありませんでした。この間、守る会は何度も、河野候補に連絡しているのです。とも綴り、連絡が取れなかったことを強調していた。そもそも河野大臣は外務大臣だった18年12月、会見で、次の質問どうぞ、と何度も繰り返し、記者の質問への回答を拒否。そのことが波紋を呼んだため、ブログで釈明したことも記憶に新しい。またツイッターで河野大臣はブロック機能を多用し、アカウントを次々と拒否している。大臣がブロックすると情報が広く共有されないのでは、などの理由から問題視されているが、今月18日には、誹謗中傷を受ける、との理由で、私は堂々とブロックします、と、ニコニコ生放送で宣言。むしろ強気とも取れる姿勢を見せていた。そんな河野大臣の拒否癖に対して、不信感を募らせる人たちも、ネットでは疑問視する声がこう上がっている。回答しないあなたも無責任、都合が悪いとブロックする姿勢が無責任、国民を向かない姿勢も無責任、記者から嫌な質問を受けると頑なに回答拒否を繰り返すのを見てると、嫌な質問するやつはブロックとしか思えんけどね、即答が良いとは限らない。ただ河野太郎氏は回答拒否が多い印象です。最高レベルの決断ができるのか、河野太郎には政治家として国民に対する誠意が全く感じられない。菅義偉首相72も官房長官時代、会見でコメントは控えたいと連呼するなど拒否癖が指摘されていた。当時は鉄壁と高く評価されることもあったが、9月13日時点の内閣支持率は 30%、 NHK 世論調査河野首相が誕生しても同じ轍を踏まなければいいがー。